8時13分になりました。続いては東京外国人百景です。今日のテーマはこちら、日本のカレーを楽しむ外国人をご紹介します。外国人の好きな日本食といえばお寿司やラーメンですが、日本独自のカレーも人気になっているというので取材してきました。これもあのカタカナ英語だよね。皆さんナマステ。今回は日本のカレーにハマる外国人を取材したいと思います。それでは行ってきます。なんでこれ、安田さんが壊れちゃいました。というわけでまずは日本の国民食カレーについて街で聞いてみると、 Have you ever eaten Japanese curry? Yeah, I cooked one last night. Yeah, I made it myself. It's pretty tasty compared to a British curry. Yeah, I'd say the Japanese curry is better. I went toCoco Ichiban. Yeah, it's when I eat the Japanese curry, I suddenly feel like I'm in Japan. I like the how you could have bread and you could scoop it up, but that, I like Japanese curry more.子供から大人まで日本のカレーは高評価。ではなぜ日本のカレーが人気になっているのか。その理由を調べるため都内のシェアハウスへ。こんにちは。すごいシェアハウス。なんか豪華ですね。広々としたラウンジで待っていてくれたのはアメリカ出身のジョエルさん。日本のカレーにハマって10年以上。その魅力を聞いてみると、When you eat it, it makes you feel warm and also makes you feel more happy. Happy.カレーはハッピーになれる食べ物。そんな彼がこだわりのカレー作りを披露。ルーの中から選んだのはバーモントカレー。西城秀樹さんね。Actually, we have this one in the US. It has this apple flavor, and I think together with the curry, it forms a nice like, flavor profile. アメリカでも人気がある日本のカレー。でもそのルーツはイギリスにあったんです。インドで生まれたカレーはイギリスに渡り、その後明治初期の日本へ伝えられました。つまり日本のカレーは西洋風にアレンジされたイギリスのカレーが基礎になっているんです。日本のカレーは初めてです。初めてです。なるほど。ここで日本のカレー初体験のアメリカ人アルミンさんが合流。食べたことない。カレー大好きジョエルさんのこだわりに感心していました。The trick to a good searing as well as even cooking in meat is to make sure that the meat is room temperature. So this seems like it's good. Using a non-extra version, like a, even just a regular version olive oil would be better. Why Japanese curry is popular?You know, rice is a great side dish for many different dishes. Side dish. I think all of these things together make curry a very approachable dish. So, インドのカレーが細長いインディカ米を使うのに対して、日本は粘り気のあるジャポニカ米。これがカレールーとの相性抜群なんです。大きいナンも苦手。いただきます。うまいんですね。日本のカレー初体験のアルミンさんも大満足。そんな彼が気になったのはカレーのとろみ。なんでそんなにとろみあるんですか、この日本のカレー。小麦粉が入っているんです。Because it's got flour. Yes.そう、日本のカレー最大の特徴はとろみ。ルーには小麦粉が入っているため、加熱するとでんぷんがのり状に変化してジャポニカ米とベストマッチ。あ、日本のカレーうまいですよ。初めて、ね、初めてですね。無料で食べれてよかったですね。うん、インド、そしてイギリスを経由して伝わったカレーライス。まだまだ日本独自の進化は止まりません。ピーターさん、イギリスですって日本のカレーは。あ、もちろんそうです。でも今の人ね、あれだけ日本語を喋れてとろみっていう言葉も分かるのに、なんで日本のカレーは食べたことないの。不思議ですね。本当かな。日本では
はですね、大正から昭和にかけて軍隊食として浸透してきたんですけれども、そして給食のメニューにね、カレーはもう有名ね、大人気ですけれども、1982年に登場したということで、意外とそんなに歴史経ってないんですね。軍隊で毎週金曜日にカレーを食べていたという伝統があるんですよね。横須賀軍隊カレーと、ね、はい、曜日の感覚を失わないように。なるほど、さすが。以上、東京外国人百景でした。